呪い、オーブ、ポルターガイスト、この世には耳を疑うような話が数多く存在する。あなたはこの恐怖に耐えれるだろうか。本当にあったゾッとする話。ゾッとする話。出た来た来た来た。もう待ってた。わしゃお前ゾッとする怖い話でしょ。ゾッとする顔しなきゃダメですよ。はい、ということで大好評企画、ゾッとする怖い話、ゾッコアでございます。いやー、これいいね。久々よ。俺がタイトルコールした後にタイトルコールするのやめて。意味なくなってきて。意味ないの。もう尺取り、もう尺取りジュニアね。皆さんのおかげで毎回高評価1万を超えていただきまして、もうありがとうございます。ありがとうございます。最近2万いってる。うん、約束通りやっぱその高評価1万いってたらもう早めにやろうっていうお約束を皆さんとしてますので、第8回目今度本日もやっていこうと思います。イエーイ、楽しい。うわあ、来た。続行愛好家、続行愛好家ののりさんがね、楽しみすぎてすごいことになってる。はい、ということで一つ目のお話、ノコギリ。うわー、ノコギリ、なんか嫌な予感するわ。もう早速怖いですけど、まあジャブ程度に聞いてくださいよ。ジャブなのかな、はい、本当にね。大工さんがいまして、まあ息子さんが大工やってみたいということで、ノコギリを練習させてあげました。おー、1日経って次の日もやりたいと言って、まあもう結構うまかったんでほっといて、ね、おお、はいはいはい、好きにやらしたんですけれども、うん、ふと見てみるとね、もうイモリやら虫を切り始めた。何してん、そういう年頃かみたいな感じで、うん、もうお父さん見てたんですけれども、はいはいはい、次の日見てみたらですね、野良猫切ってる。バラバラになった野良猫とノコギリ持った子供が出てきた。いやいやいや、そこでお父さんが、ちょっとこいつにノコギリ持たせるのやばいなと思いまして、ノコギリと包丁、もう刃物系をね全部隠しました。次の日息子いないなと思って、まさかあいつノコギリ探してまたなんか切ってんじゃねえか。おー、怖い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 。探しに行きました。そしたらノコギリ隠しちゃった小屋、うん、開けたらですね、子供が首切って死んでました。ノコギリの快感がすごすぎて自分の音切った。あー、想像するだけでいいから。まあジャブ程度にお一つお話し、どこだよね。今日もちょっとね、4つサービスで一つ話していこうと。ありがとうございます。二つ目のお話、はい、交通事故。A 子ちゃん、 B 子ちゃんがいまして、まあ、2人は大親友で、はい、毎日放課後遊ぶような仲なんですけども、ある日家に帰りまして、一旦荷物置いて、まあ、これから遊びに行こうと。でも A 子さんは共働きなんで家いつも誰もいないんですね。で、早く遊び行きたいなと思ったんですけど、ちょうど電話かかってきて、電話に出ると B 子ちゃんから、今日用事ができて遊べなくなっちゃったって、まあ仕方なく分かったと切りまして、はいはいはい、まあでも予定がなくなっちゃったんで暇だなと思って、で寝まして、お母さんが帰ってきたんで起きました。お母さんの様子がおかしいんです。なんかあったのって聞いたら、ちょっと交通事故見ちゃってた、目の前で人が引かれたと。うわぁ、それでお母さんちょっとブルーになったんで、次の日学校行きました。なんと交通事故に遭ってたのB 子ちゃんと。まあでもまだ死んでるとか亡くなったとかそういう話は聞いてなくて、はいはい、数日間も学校に結局 B 子さん来なかったんで、徐々にブルーになって A 子ちゃんも学校行かなくなりました。あら、あ、 A 子ちゃんは家で引きこもってたんですけど、急にねお昼ぐらいにピンポン、インターホンが鳴りました、はいはい、見てみたらね、赤いフードをかぶった女の子なんです。誰だろうと思って、誰って聞いても返事ない。まあでも徐々に気持ち悪いなと思って、不気味やな、気持ち悪い、ほっといたんですけど、何回も鳴らしてくるんで、何と、うん、よく見たらね、腕がないんですね。両腕がなくて、両腕、いや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 、ちょいって。さらによく見てみると、フードだと思ってたのが、うん、皮がただれてただけで、しまみれの皮で、インターホン画質悪い、あらゆる、わかんなくて、よく見て、あ、これ本当にやばいやつ、そう思って、もう寝て、次の日同じ時間にインターホンを来ました。うわ、もう何よ。本当によく見てみたら、あの日事故に遭った B 子ちゃんと同じ格好をしてたんです。これ完全に B 子ちゃんはもう本当は即死で、うわ、バラバラの状態になっているのに、学校はグロテスクのために言えなくて、包んで言って、結果本当のことを知らせに来たのではないでしょうか。うわうわ、ってことは今日遊びに行けないわっていうのも、もう死んでたのかもしれない。もしかしたらもうその報告だった。やばすぎる、怖っ、おもろいっすね。
おもろいかこれ。いやーもうこのゾッと感が。まあゾッとはするよ。ゾッとしますこれは。鳥肌立つわこれ。3つ目のお話は。そうか。まあある男性のお話なんですけれども、帰り道ですね、駅から歩いていたら真正面からね、下から下が血まみれの女性が歩いてきました。あら。まあその男性結構霊感ある人で、はいはいはい、あもうこの世のものではないなってすぐ察知したんですね。あーなるほど。すれ違って普通に歩いてたんですよ。多分あれやばいやつだ、うん。でもね後ろ向くとね。ついてきてるんですよ。あーうわもうやばいやばい。こう言ってたのに、うん、こう来てる。あ、やばいやばいやばい。これやばいと。でもそれともう結構経験豊富なんで慣れてるというか。あーなるほど。経験上あんまり家に連れてくるとやばいというの分かってるんで、もうその道行く草わざと食って寄り道とかして来ないようにしてたんですね。でうまいこと振り切ってまあいなくなってくれたんですね。おお、まあ、よかった。すげえな。バタッと家のドア開けたら遅いよ。いや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 おるやん。ちょ、急やん。そうやんな。そうです。遅いよ。後ろが忙しいことになってる。後ろが何してんの。後ろが忙しい。何をしてんの。何をしとんの。いやもう先回りしてもう家バレてた、ね、バレてたんだ。その場で出会ったじゃないんですよ。多分その人はもうその前から知ってる。あーなるほど。怖すぎる。えぐ。もうついてたんや。ゲロ怖くない。ゲロ怖すぎる。ここもやばいよ。遅いよ。色怖すぎるでしょ。色怖すぎるでしょ。はい、ということで4つ目のお話。はい、これラスト。はい。うわもうラストなんすか。やだよ。やだ。今日はちょっと名残惜しさがいつもより増してますけど。増してるな。通学バス。ある女子高生の話なんですけれども、はい、まあ、通学がバスの通学でして、夕方この日もバスで帰ると。帰っていたら満員ではないぐらいの、ある程度いるぐらいだったんですけど、なぜかバス停でもない場所で停車をしました。そのバスが、ほう、うん、ある女性が一人乗ってきたんです。乗ってきた瞬間にちょっとおかしいかもと、なんでバス停じゃないとこで降りてくるのと、まあ不思議そうに思って見てたんですけれども、うん、あとはね、あのバス入り口の目の前に立ってたんですね。あーなるほど。でちょく気になって見てたんですけど、なんか急にある時見たら一人ずつ顔を覗き込んでいる。え、うん、どれぐらいの距離感かっていうと、こう大体こう本読んでる人がいるじゃないですか。はいはい、読んでます。はい、本読んでます。はい、え、これぐらいの距離で覗き込んでるんですね。どれぐらいの距離。5、6人覗き込んで、うん、そこでおかしいと思ったのが、誰一人として反応しないんですね。うわっ、ビクともしない。マジ。あれもうこれ本当に人間じゃないのかも、うん、直感でそう思いました、うん、自分の 2,3 人前になった時にもうあまりにも怖くて、絶対見えてるしもう人間だとしてもやばいしみたいな感じになってもう目つぶったんです。なるほど。もう絶対目合わせたくないと、まあ、目つぶりまして、はい、でなんとなく雰囲気で分かるじゃん、人がいるかいないかって。あ、そういうこういう雰囲気がある中で行った雰囲気もあって、でもなおね、まだ怖いんで。怖いよね。怖いでしょ。それからしばらく経ってから目を上げたんですよ。そしたらもう大丈夫だったんですね。おお、よかったと思って、ふと前を見たらでもまだいるんですね。入り口のところに。ああ、はいはい。やっべ、まだいるよと。何？でもよく考えてみたら次自分降りるところだったんですけど、これ出るときあいつの前通らないといけない。うわ、やだやだやだ、うわ、最悪や。まあ、恐る恐る歩きまして、まあ、そのままお金払って、うん、もう出たわけですね。はい、うん、出るとき女の霊みたいな人が一瞬こっちに寄ったんですよね。うん、そのときに無意識にさっと避けたんですね、うん、その出た瞬間に、あ、出れたけど避けて大丈夫だったんだって。うわ、ほんまや。恐る恐る後ろ振り向いたら、うん、満面の笑みで、見えてるよね。怖っ。やばくね。何その話。見えてる人を探していたのではないでしょう。うーわ、うーわ、いやもう想像しただけで頭いかれる。そのためにこう覗き込んで反応があるかないかをチェックした。うわ、それがもし中やったらって話。それです。中にいる時にバレてたら、ちょっと想像しながら話聞くからさ、怖すぎでしょ。怖いんだよ。はい、ということで第8回ゾッコはもうこれにて終了でございます。素晴らしい。全部やる。すごいわよ。めっちゃやばい。皆さんね、評価いただいてるんでね、これからもしっかり精進していこうと思います。お願いします。今回のホラナイト、どうでホラナイトゾッコは、ゾッコはどうでした。素晴らしいじゃないですか。どんどんクオリティ上がってるね、本当に。量もあるし、質もいいね。お手面さんの都市伝説に負けないように頑張っていこうかな。関面さんが、関面さん、関面。はい、ということで今回も皆さんぜひゾッとしましたら高評価とチャンネル登録の方よろしくお願いします。よろしくお願いします。それでは次のゾッコはでお会いしましょう。ボイビー、ホラーライトみたいになってる。やばいやばいやばい。終わりが終わらないのに締め方がわからない。色怖すぎる。